命です。聞こえてますか？命。今日、今から皆様と一緒にたった一つの言葉について話していきたいと思います。それは命です。命とは何でしょうか？命とは何ですか？あなたには息をすることはできます。あなたには息を吐くことができます。もしもその息を吸うことができなければ、あなたの命は終わります。今、命があるから、あなたには息を吸うことはできます。命がなければ、あなたは死にます。生きることと死ぬことの間にいるあなた。それを命と言います。その命を持っているあなたは、何を持っているか知っていますか？あなたの中に何があるか知っていますか？心臓の音聞こえますか？あなたにそれを操作することはできますか？あなたの中で血が走っていることを言えますか？あなたにはそれを操作することはできますか？あなたの体の中にある細胞を見えますか？その細胞を操作することはできますか？これは深い、誰もが知らないことです。だが、すべての人々たちの中にあることです。あなたは自然と間違えてこの世界に来ましたか？お母さんのお腹の中からお墓まで何をしているんですか？この人生の希望は何ですか？この人生の最後は何ですか？この世界のすべての人が思うことでしょう。だが今日はこの動画であなたにこの人生の希望、なぜあなたは生まれてきたか、なぜあなたはこれを聞いているか、なぜあなたはこの人生を歩んでいるか、そのことについて僕が答えていきたいと思います。これは本当に長い話です。しかし僕はこれをできるだけ短くして説明したいと思います。ぜひ聞いててください。命は宝物です。あなたは今生きているこの中で一番この世であなたの宝物と誰かが聞けば、あなたの大切なことがあなたの命です。なのでその命を失わないでください。ある人からあなたがもらった命です。約何十年何億年前にある人がこの世界を、この宇宙を、この星を、この月、この太陽、この水、この山々、この全てを、この陸地を作った方がいます。それがあなたのお父さんです。だがしかし人類はそのお父様とその方と仲良くいたくなくて、その方のことを嫌いになって、その方から離れました。今、あなたは、どこから生まれ、どこに行くかあなたは何も知りません。次の1時間の間で、あなたは死ぬか、生きるかはあなたは知りません。あなたが道で歩いている途中、これを聞いている途中、車にぶつかって、何かが起きて、あなたは死ぬかもしれません。だから、命を大切にしてください。あなたよりあなたの命を大切にした方がいました。その方が今さっき言った方です。あなたのお父さんです。本当のお父様です。あなたは拒否するかもしれません。あなたが今生きている人生、あと20年で30年で40年で、もしかしたらあと60、70年いくと、あなたの時代、あなたの人生、あなたの時は終わります。あなたの時間は終了です。この世界であなたが歩む時間は終了です。その後に何が起きるかは知っていますか？その後に起きることを今日話しに来ました。この動画はいろんな数えきれないほどの秘密が隠されています。この命は80年、90年、100年、200年の間に人々は死にます。しかしその命の後にある命のことを約 90% 以上の人が知りません。だからこの動画で僕はあなたにこれを伝えたいと思ってきました。この人生の後にある人生があなたのことを待っています。しかしこの人生の後にあなたが行く場所は2つの場所です。1つはあなたのお父さんの前であなたが立ちます。2つ目は地獄です。この2つの場所からあなたには1つの場所を選ぶことができます。あなたのお父さんと一緒に会う、それとも地獄で永遠に燃えながら永遠の死に入るか。選択肢はあなた次第です。これは本当にあなたが受けることです、未来に。なのでこの命は終わりません。これは準備する場所です。新しい、そして永遠の命。あなたには永遠の命に入るためはあることをしなければなりません。これだけしかありません。これだけが永遠の希望です。それはイエス・キリストをあなたの救い主として信じることです。なぜかというと、あなたはイエス・キリストを信じる瞬間、あなたは天国に行ける許可がもらえます。これがこの動画の秘密です。ぜひ他の人たちと共有をしてみてください。ありがとうございました。